えっと、それではよろしくお願いいたします。とえっ、ー、とこんにちは。木田です。よろしくお願いします。あの、えっ、ー、と工芸専大学で勤めています。で、えっ、ー、と職員組合に関しましては、去年えっ、ー、とえー、2年前ですね。2年前、えっ、ー、と書記長を務めておりまして、えっ、ー、と今年はあのあれですね。えっ、ー、と会計監査とか、少し楽な形でさせていただいてました。で、えっ、ー、と大学の方では生態行動科学研究。 というところで、まあ、いろいろな業務をしております。えー、と今日は今から三十分から三十五分、四十分ぐらい、えーと。いろいろなこう話をさせていただこうというふうに思っていますが、その中の、まあ、中心的なのはこの四、五、六、七あたりになるかなと思います。えー、と順番に、これは、私がこう学部生の頃からお世話になってきた。もう いきなり謝辞から入っていますが、えー、といろんな先生方にお世話になって、えー、と今もお世話になっていますもう自分一人の力では何もできない、まあ、周りの人の本当に支えだと思いますのでこういった形でいろいろ研究をさせていただいておりますその中で人の動きに関する真ん中のあたりをちょっと紹介させていただきたいなと思っています でえっと、ごくごく簡単に自己紹介ですが、えっと、木田徳之といいますで、昭和48年生まれで、これ、学生賞ですね、で大学時代、野球をやっていました、で4年間、あの昨日あの兄弟からドラフトあの育成ドラフト、かかりまして、あ素晴らしいという感じなんですがこれで、近畿大学にさよなら満塁ホームランで勝つ、素晴らしい感じなんですが、これ僕は選手の頃はこんな感じでした、1、えー、勝80敗と。 勝率が1%というそんなボロボロの時代だったんです。 でその頃からあの、まあ、文学部にいてでスポーツも野球をしていてで、えー、と強くなりたい、上手くなりたいと、まあ、いった形で、えー、と研究をしてきましたでその後、京大ではあのコーチを5年間していましてでそのっ、えー、と年2001年と2002年に京大の野球部の監督をさせていただいてましてなんとか勝ち点も取れるように1勝80敗に比べたら2年間で6勝させていただく、まあ、そういうあの幸せなあの野球人生を送らせていただきました。 で学生証ですね。これ兄弟の時の学生証ですが、これ修士の時はあの思い切ってユニフォーム姿の写真を出したりとかと、こんなことをしていました。はい。で学部の頃なんですがあの実は私。 もともと文学部で人の動きとか全く関係がない、えー、とパーニニ文法学というのをやっていました、えー、スートラを読んで、えー、翻訳していくと先行研究というのは BC5 世紀だとか BC1 世紀とそういったものをやっていましたでまあ個人的にはもう数学が結構好きで、えー、といろいろ分析するということも好きでしたのでこのインドのあパーニニ文法学というのは サンスクリット文学というのはインドの古典のものになるんですがインドのやはりこうゼロの概念というわけではないんですが言葉を作るプロセスにおいてなんか動詞のなんですか、ね、活用ですよね活用の語尾とかのところになんか語尾をなくすと言わずにゼロで置き換えるとか、まあ、そういうような考え方をしていてあなかなかセンスがあるなというそういうのをこう感じてました。 ですねまあ、こういったことも非常に好きなんですが非常に好きなんですが、まあ、こういうサンスクリット文学を読んでいると,読んでいるとなかなかやっぱり野球につながらない野球につなげたいという思いになってきましたでそこでこのサンスクリットの、えー、と研究をしていたところから、えー、と人の動き筋の活動、えー、いわゆる体育スポーツ健康といった領域の、えー、と研究をこう行ってきましたで、えー、とこの辺りが、まあ、流していきますが 学部から修士の頃に筋電図というもので計測をしていましたいろいろ筋の活動というのは手動筋と拮抗筋とあの肘を曲げる筋肉と肘を伸ばす筋肉とここの2つの筋肉に対してどういうふうにこう活動の割合を変化させているのかと大きな力を出していこうとする時それから力を抜いていく時と、まあ、こういった時の違いというのを、まああのまあ、学部生とか修士の頃にこう研究をさせていただいていました。 でももこれもやはりこう実験室の中ですのでもう野球になかなかつながるつながらないということは、まあ、つ,かつながらない基礎研究だという,ふうには思っていますでこれが修士の後半から博士の頃に行っていたのがもうちょっとだけ野球選手に近いことをしてみたいと野球選手に携わりたいということで、えっと、実験室実験ではあるんですがこうパソコンの画面に向かってこうキーを押す反応の速さをえ測定するそういった研究をしていました。 画面の中にこう4つの四角が出てきましてでそのうちの1つがこう緑色にパッと光るとで緑色に光ったらキーを押しなさいというそういう課題です、まあ、要するに光に対する反応の速さを調べるで、まあ、単純に反応するのとゴーノゴーと両サイドに出た時は押し,ちゃい押してはいけませんと真ん中だけと。 まあ要するに野球のえとストライクは打ってボールは見逃せとまあそういったような GO ・ NOGO というこんな課題を作って実験しましたもう懐かしいですね30年も昔になりますので懐かしいまさに兄弟関係の学生一般学生テニス選手野球選手そしてこの頃えと協力いただいたプロ野球選手といったデータで行いましたえその結果えとこちらあれですねえ 上かこちらの方は単純反応時間なんですのでもうとにかく光ったら押しなさいとどこでもいいから光ったら押しなさいの場合ですとえ種目に関係がありませんと種目に関係がありませんそして、えっと、テニス選手の技量レベルですね低い中くらい高いこれも関係ないですで野球選手も関係ないですプロも大して変わりがないですでそれに対して打つか打たないかとそういう、えっと、押すか押さないかアウトコースじゃないごめんなさい、えっと、ボールですね 両サイドは押さない真ん中ストライクゾーンは押すというような課題ですと、まあ、種目による関係が見られてきたぞとそして、ニス選手ではこう関係がないぞと。 で野球選手になるとプロ野球選手ほど速いぞとまあ、こういうような結果が見られたところでと競技特性をなんかうまく反映するんじゃないかというような形でと論文にさせていただきましたこれがと私の学生の頃そして就職した頃のと研究になりますで一般の学生大学野球選手プロ野球選手に対してこの 光ったら押せと単純な反応に対して判断を加えた反応と、まあ、これが非常にこうシンプルに速、えー、くなっていくというこういうことをやっていました。とはいうもののいずれにしてもやはりこう実験室実験ですので、えー、と研究と現場をつなぎたいという、まあ、そういうような思いがありました。でこののりりをを通過してきてき、えー、研修院という形でで学位を取る前後ですねその辺り、えー 研究をししておりましたでその時の内容なんですがいわゆるモーションキャプチャーの研究この頃からしていきますで、まあ、今、まあまあ、ビデオカメラも良くなってきましたハイスピードカメラ iPhone でも結構撮れますそして3次元モーションキャプチャーというのも、えー、だいぶ安くなってきましたでさらに言うとこう加速度センサーですね、えーとあえー、スマホにも入ってます、えー、ジャイロ回転それから地磁気空間的な絶対的なところを押さえていく。 えー、さらに行くと今度はもう奥行きの把握も、えー、だいぶできるようになってきた。 で多分この後ああれダメかもしれないですが、えー、と赤外線のセンサーな,な,などがあれば立体の3次元空間というのを安いデバイス1万円ぐらいのものでも、えー、キネクトなんかですと認識できてくるとでさらにいくと画像の自動認識、まあ、オープンポーズビジョンポーズといったものによる、えー、ものが出てきましたですので、まあ、人の動き、えーとえー、分析をするということは座標を求めてそして、えー、体の動きをこう定量化していくとでただしやはり時間の解像度それから空間の解像度そして、えー コスト経済性といった点でいろいろ進化しつつ程よいものを探していこうというような感じですねで私は今あの機械系というか力学のガンガンではなくあの力学のガンガンというのはもうこの、えー、カイネティクスキネティクス力という部分で、まあ、方程式をどんどん解いていこうとするようなところだと思うんですが私はまあ外から見て、えー、動きがどうなっているのかキネマティクスといったあたりをあのこのこ頃は特にやっていました。 でここからメインの話が3つほど続いて、えー、終わりという形になりますが、えー、とさっきのですねこれが僕の,あのアルバイト時代というかあの学位は取ったけれどもまだ就職がなくて研究員をしていた時で研究員は有給ではなかったですので、えー、とバイトとして非常勤講師をやってました、えー、1週間に21コマの非常勤講師をして週末はグループホームで働くと、まあ、こんな感じで。 最大瞬間風速の給料でいくとこの頃まだ越えてはいないんで月給は超えてはいないんですがも,ものすごくこう頑張ってましたでこの時のここですね野球系の専門学校で一、えー、日教えに行っていてこのバイオメカニクスという授業をしていました えっとスポーツ系の専門学校です。で、公式野球専攻という専攻があるんですね。で、その中でバイオメカニクス、体の動き、動き方というテーマなんですが、その授業に括弧総類とそれを15回しなきゃいけないということで、いろいろまああの動き方の、えー、なんですかね、分析の仕方とかそういうのをやっていったんですが、なかなか15個まあネタがないので、まあこういう 学生から選手から話を聞いてこう個人的な疑問いろいろ上がってきたんですねベースランニング一周ってどのぐらいだろう右で踏んだほうがいいんだろう左で踏んだほうがいいんだろう案外まあこういう客観的なデータがないということで、まあ、授業を生かして授業で実際データを取ってみようというようなこともしましたこれレトロな方法ですバイオメカニクスのもう超レトロです、まあ、学生でもできるというような感じでカメラを置いて、えー、っと足ですね 出てくるかな足のつま先のところこういわゆるデジタイズと画像の中で,ここ,でここの辺りですというふうに押していくとそしてキャリブレーションがありますので実空間でいくとどのぐらいかって画面の中と実空間を合わせていくというこういった形ですで実際にこういうふうにこう走ったんですがすいません えと授業の時はもっとレトロに行こうということで走った時に周りに選手が全員を配置して足跡のところにボールをすぐ置くと全員がこう置くとそしてもうメジャーで測るとでその距離とこういうふうに画面で測定したものと本当に一致するかやっぱりきれいに一致すると。 なので、まあ、その時学生の反応はいやそれだったらパソコンでするよりも手でやった方がいいとそんな反応があったんですが、まあ、この辺りバイオメカニクスですで何が言いたいかというと6班ありました、えー、と6班にこの1周の距離を予想させましたで1類から2類っていうかまあ類間は2 7 4 3ルです1周すると約1 1 0ルですさあどのぐらい膨らんでるだろうかと。 5メートル膨らんでると115という予想ですねで一番多く膨らんでる133膨らんでるんじゃないかとこれ一辺あたり5 8メートル膨らんでるとでこれ実際計測をしてみると何のことはないもう一周してよいしょ1 1 4 5ル一番予想の小さかったチームよりも、えー、円というよりも四角形に近いそういうような走りをしていたと。 いやいやもっとこうなんか膨らんでるように感じるけれども実はあのそんなに膨らんでいないと思ってたこととやってることがかなり違うとでやっぱり数字にすることによって自分の動きとかその走ってる場所っていうのがこう分かってくるとあこういうのはすごく大事だなというのが感じてきました。 でこちらも同じような形であなた右足で踏んでるんですか左足で踏んでるんですかというふうにこう質問するとえ私は必ず左で踏むんですういうそういう学生,をあ学生というかその時の専門学校生ですね多かったんですねいやでもよくよくベースラーニング選手はあの練習でもやってますし えと紅白戦とかでもやってますのでその時ビデオをずっと撮りっぱなしにして授業の時ですねバイオメカニクス走塁そして右で踏んでるか左で踏んでるか全部調べていったらもうほぼ半々だったとなのでこれも右でごめんなさい左で踏んでると思ってるけども実は違うと実際のデータを見ると客観的な数字と自分の予想が案外かけ離れているそういうのがすごく学生の感想として上がってきましたこちらちょっと飛ばさせてもらいます でもう一つ、こちらもバイオメカニクス的なところとして、実際の感覚とデータが結構違うといったものがありますので、その直後ぐらいに撮、えー、ったデータになります、えーと。3次元のモーションキャプチャーをこれ、使いました、えーと。僕はどちらかというとこう、ニッチなところをこう狙っていくと。 野球の研究であれば普通、速いボールを投げるとかホームランを打つと、まあ、それが普通研究するところだろうと思うんですがなかなかしないベースランニングとその次はなかなかしないバントと <laughs> ちょうど WBC で日本がスモールベースボールとか、まあ、そういうような話をしていた時ですので,でバントっていうのはどういうことか案外やっぱり面白いんですよね。力、えー、ごめんなさい大体、えー、いい打つという動作というのは力を加えてなんか飛ばすんですがうまくこうクッションして落とすと。 まあサッカーのトラッピングですとかバレーボールのなんかねえっとレシーブですとかそういうのはあるんですが力を抑えるってこれやっぱり難しいだろうということであまりされていなかったバントの,そのえとまず基礎的なデータを取ろうという形で行いましたでこれバントをして正面から見たところですでこの辺りがこれグリップですねグリップとグリップですねグリップですねこの丸がグリップですねでこれバットがあってこっちの白丸がまたえとバットの先端ですね で青丸ががバットとボールが当たったっ瞬間ですでそうするとまあ高いボールと低いボールがあった時にあこんな感じにでリリースじゃないごめんなさいミートしてるんだなぁと。で上の方が野球の熟練者ですで下の方が野球の非熟練者です。で、えっと、ミートの高さ高いボールの時にバットの角度はどうなってますかっていうのはこちら左側の図になります。えー 何が言いたいかと言いますと何が言いたいかと言いますともう野球やっててまあ野球やってましたし野球も教えてたんですがバントするときはもう膝でやれと膝で調節しろとバットを傾けるなとバットは平行のままあるいは最初構えたバットの高さのまま膝で調節しなさいとそういうふうに言われてきましたしそういうふうに言ってきましたでも何のことはない高さ調節に対しておそらく膝の成分というのはかなり大きいんだろうと思います この熟練者と非熟練者を比べると,、えー、と多少分布が違いますのでそれは膝の成分だとは思うんですがそれだとしてもこう結構ヘッドを下げてますよねと手での調節というのがかなり行われている、まあ、この辺りも感覚と実際の違いというのがこう、えー、と見えてきたと。 まあこういった形でスポーツ現場には案外こう知られていないまあいわゆるこういうのは素朴研究というところなんですが素朴なものをえ知られていないことが多いですのでまあすごいなんか大発見大発明というわけではないんですがちょこちょこここんな面白いところありますよこんなもしかしたら研究になりませんでしょうかという形でフィールドの研究からそういったものを運動制御,運動制御研究とかに誰かちょっとリレーをすると。 専大とかなかなかあれですよね大掛かりな実験とかできないですねなんかちょっとちょっとこうつついていくとまあそういうような形でこうしていくということをやっていましたで私の思いとしてはやはりこの動作っていうのとイメージですねこう動きとあ実際違ったというこういうのがすごくえ興味があるところでしたですのでまず最初この辺りですね今紹介させてもらったのが自分の動きとそれが実際どうだったかここが違ってたということです でやりもう一つやっぱこのこの動きと言葉あるいはその言葉と動きこの辺りに2010年過ぎから2020年頃とうこういったのをやりましたでこの間10年間あるんですがやはりこうデータ分析というかモーションキャプチャーのデバイスの進化というのがあの起こってきたというか2010年ぐらいからかなりいろんなことができるようになってきた、まあ、それがすごく助かったということになります。 でえー、とあと2つですね、えー、と6と7を紹介させていただきますが動作歩行の評価ですでこれは何かと言いますと、まあ、あの動きと言葉ですね動きと言葉なんですがちょっと背景的にいきますとこ,う、まあ、これは医療の医療ですであとちょっと待ってくださいよいしょこの時お世話になったのが大喜利先生大喜利先生というのは理学療法士でしてあの動きをこうなんうリハビリで治す先生そして深田先生であの 福田先生も兄弟の,の認知言語学出身あの山梨先生のところなんですが、まあ、そういう言葉というところと直すリハというここのうまいことをミックスした部分になるんですがその動作ってなかなか難しいんですね、うん、理学療法士さんっていうのはもう感覚的にっていうか直感的にあここがいいここが悪いって言うんですがその言葉も難しすぎるとで一般の人全然わからないと。 でそこでどうしたらこの共通言語ができるんだろうかということでオノマトペですねテクテクとかノロノロとか、まあ、そういうのにこう着目するとでか疾患を有すると、まあ、骨折ですとか脳血管障害とかいろいろなそういう、えー、と障害がある方の動きを、えー、観察して観察して非医療従事者ですよね一般の人が見てそれをえっ、ー、と テクテク歩いてますとかのそのそ歩いてますとかという形で評価してもらうそういうような研究を行って。 専門の人と一般の人を言葉と動作をつないでいこうと、まあ、そういった取り組みをしましたでこれは、まあえー、とコレスポンデンス分析というような形にはなるんですがこう何人か患者さんですねちょっと目隠しさせていただいてますが、えー、といろいろな疾患がありますもう骨折から脳血管から、えー、年齢も40代ぐらいの方から60代70代ぐらいまでの方で、えー、こういう、えー、と10名の方をこう歩いてもらってそれを 学生です。もう全然専門家じゃない人にテクテクとかスタスタとかまあそういうのを書いてもらってその言葉の品質でこういうふうにこう分けていきます。そうするとこのあたりがオラオラ系とかずしんずしん系とかでこの辺がガツガツ系とかさテクテク系とで上の方がとでこれ何かというと。 あ,あとあとこの患者さんの動作ですね歩く速さとか揺らぎというのを見ていくと一つはこの速さスムーズさあごめんなさい速さですねスピード感というものをこう反映する言葉に関連するとでもう一つの方はこうふらつきと揺れ、えー、っていうんですかね、まあ、そういったものを表すと。別にこの 非医療従事者の学生はそういうのを計算していたわけでもなく数字を出していたわけでもないんですが言葉として表してその言葉を整理することによって評価できるあこれなかなかいけるんじゃないんだろうかで今上がってきた さっきはもう自由に書いてもらったんですがその中からこの辺りの言葉って結構使えそうですよねっていうとぼとぼとことこテクテクいそいそのろのろスタスタとえこういった言葉を使ってそして、えっと、理学療法士さんがチェックをする、えっと、こういうあのなんです、ね、ちょっと小さくて見にくいんですが歩きのチェックリストっていうのがあるんです。だだだんんんここも、も僕理学療法士さんとだいぶ一緒に仕事をして、 とはいうものの神の目じゃなくて何かあるでしょうとそういうのを聞き出していくと、まあ、少しずつこう教えてもらってきてえ足をつく瞬間にどうなっているかというのを4段階で評価する、まあ、こういったのができてきましたのでこれとこれは専門家とで専門家と一般の人の言葉の関係を見たところ専門,え専門家の足の運びというのはガツガツというものとそれからギシギシというこちら側が「えー、と 医,医療従事者評価そしてこちらが一般評価と、まあ、こういった形での関連性が見えてきましたあなるほどこれからはまあこういったことを使いながら、えー、と医療従事者との言語コミュニケーションとかできるといいですねでただしこれ、うん、非常に大きな欠点っていうかあるのはこれは関西限定かもしれないんですね。<laughs> あ<の> <laughs> 対象者が京都を中心とした人なので、まあ、地域性というのが入っていないのであのどこまで一般化できるかというのは非常に大きな問題があってこれは毎回どこでも突っ込まれるんですがあのそういった範囲の研究ということをやっていました。はい、これがあの動きの言葉ですねだから動きを言葉で評価するといったこういったような内容ですでそれに対してやっぱり僕はやっぱり野球の指導をしていて動きを変えたいと。 動き変える動き変えるためにはどんな言葉か僕は最後にやっぱり国に行きたいなというふうにはずっと思っていたところではあるんですで動きと言葉ですねで最初の今のオノマトペというのは動きを言葉で表現するだからこれどちらかといえば動き研究スポーツ研究じゃなくてこれ言葉研究言語学言語の研究 そうじゃなくてやっぱり僕は動きですので言葉がどういうふうに動きを生み出すのかこれこそが動きの研究でやらなきゃいけないとでただし動きをデータ化することが非常に大変なのでちょっとここはあの浮気というか楽というと表現悪いんですがテキストにしやすい言葉の研究をこう一緒にさせていただいてでも最終的にはやっぱここは行かなきゃいけないだろうなと思っていた時に、えー、と今度はまた別の理学療法士の先生ですがこれは京都の。 理学療法士の先生がまあそういったことにも興味を持って一緒にちょっと取り組んだものになります。で、この時使ったのがこうキネクトと呼ばれるセンサーになります。えー、とキネクトです。でこれは X ボックスに付随して、えー、ついている、えー、なんですかね入力センサーというか入力デバイスでいわゆるこう体を動かしてその動きを認識して、えー、認識するものです。でこれまあ。 ちょうど本当にこれ研究の2010年ぐらいにこう発売されてで最初は SDK とかなかったんですが誰かがハッキングとかしてたんですが2014年のこの x b o x One についてる KinectV2 たりからもう最初から SDK が出てきてますのでちょっとプログラミングできる人はそれを使って自分でデータ取得してこう分析にするあるいはそのデータを使ってリアルタイムに反応させるとそういうのができましたですから僕はどちらかというとそんなに大したプログラマーではないですのでちょっと,ちょっとかじってるぐらい ぐらいの人でも余談ですが今はまだその何て言うんですかねレベルがさらに上がっているのでなんちゃってプログラマーではもうできないそういう時代になってきてますのでそこはまた本当にあの本当にやっぱりプログラムとかあのそのセンスは素晴らしいなとただこの頃はまだ素人でもちょっとできたという時代です。 でこれは何かというとその反射マーカーとかデジタイズとかそういうのがなくても自然な形で動作の認識ができるでただし時間解像度ですとか空,空間解像度そして、えー、とマイクロソフトのなんですか、ね、ブラックボックスの SDK というかその中で数字を認識していますので正確性といった点には多少難はあるんですがでもやっぱりこの経済性には負けない,、えー、負けない勝てない。 勝てないということでえ、これをちょっと使ってみました。で、この研究は何かというと、やはりこう言葉がけですよね。どんな言葉をかけると、どういう風うな体の動かし方をするのかと。 これなんか下向きにこう走っている人が下を向いているような感じですねもうちょっと上向きなさいと言おうとするとその時に上を向けというとなんか変に上顔で上を向いてしまうと胸を張れと言っても下を向きながら胸を張っていると意図したいことはまっすぐなれということなのにそれをどういうふうに表現したらいいんだろうか。 ででですすので言葉もいいろろよねとその言葉に対して動きがどう変わるかとこれを調べようと思ったら実験室でねああのあれですよ、ね、こう3条件で5回ずつとかそれではなかなか難しいですのでたくさん必要になってくるでそのたくさん必要となってくるといった時に、えー、ときにキネクトというものを使いましたでやっぱりこ,うここは数で勝負をしないといけないということで成人71人にやってもらいました。でまあ 垂直飛びの全力ジャンプではなく、まあ、軽いジャンプなんですが軽いジャンプなんですが15種類の言葉掛けですね天井に触れるようにとか膝を深く曲げてとか大きくとか、えー、っとそれから高くとかいろいろこういう色こんな感じでジャンプしてくださいねっいう15種類こう作ると15種類で、えー、っと2秒に1回ですね 2, 2秒間こう画面に「はい大きくジャンプしてください」っていうのが出て消えたら「はい大きくジャンプと」とまた次の指示ができる。 これ何回かパイロット実験してると15回ぐらいは疲労なしでいけるとよし15回だとそれを5セットやろうと1人75ジャンプさせると、えー、ポチポチとデジタイズしていたらもうそれだけでこうなんていうんですかねあの1日かかってしまうとそれがもう終わった瞬間に数値としてデータが出てくるとそれを71にしました。 で得られた座標というのは全身25関節の3次元、XYZ 座標, XY 座標を,えそれを30フレームで取りました、まあ、合計5325回のジャンプ、えー、そあちょっと動画がありますね。これ動くかな こんな形ですね「今から始めます」というのが出て指示語がここに「大きくジャンプしてくださいと」とそしたらこの人がそれを見て「大きくジャンプと」とこんな形ですあ出たかなはいいきますねそうですねこんな感じでい、えー、きましたでもう時間が40分ぐらいになっていますので、まあ、要点のところでいこうと思いますがえっ、ー、と やはりジャンプですね高く飛ぶとまあ高く飛ぶという点で一つちょっとあの紹介したいなというふうに思いますでいくつもありました十五種類の中で高く飛ぶ系のジャンプとしては膝を深く曲げるとか大きく高く天井に触るように最大限のまこれがあったんですねでこの中でどれが一番高いかというとなんか最大限が一番高くなるんじゃないかなというふうに思っていたんですがいやいや実は違ったんですね最大限ではなく一番高かったのは 天井に触れるようにジャンプというのが一番跳躍果が高かったとでまあまあいろいろ体の動きがどこがどう違ったかというのをう調べないといけないですので肩の角度ですとか膝の角度ですとか肩の、えっとなんですかね、最大の範囲とか、まあ、こういうのを見ていくとですので、まあ、まあ数字はこちらにあるんですが要点をまとめるとこう右側の方ですね天井に触れるようにジャンプというと跳躍口一番高くなりました。最大限よりりも高くなりましたあの 前後に本当の最大を測ろうと思ってあの垂直跳びをやってるんですがその記録よりも高い人がいたというぐらいこれ案外いい効果だったんですね。で動作の変化としては何が起きたかというと腕振りが大きくなったと戦場にということで腕振り別に本人は腕振りを意識してるわけではないんですが腕振りが 極進展が大きくなったその腕振りが多分高めたんだろうとで、まあ、ちなみにというところですが跳躍を高,高さに関して必要なこととしては腕振り効果そして反動効果ですね、まあ、下にしゃがみ込んで切り返すとでその切り返す時のこの曲げから伸ばすというここは短く大きくあの大きな力を出すそれが要因となるんですがその中のこの腕振り効果にプラスに働いたんだろうというのがこう分かってきましたじゃあもう一つ 地面に力を使いあの加えるためにはこう膝の曲げですよね、この反動で,でいくと、膝の曲げってすごく大事なんですが、膝を深く曲げてジャンプは、めちゃめちゃダメだったんですよ。ひざ足技は全然ダメだったんです、飛べなかったんです。な,なぜかと、この動作の特徴を見ていきますと、膝は曲がりました、確かに曲がりました、すごく、ま、曲がりました、でも曲げすぎたんですね、<laughs> 曲げすぎだからおそらく最適なところがあるはずで、それ以上曲げていると。 それによって跳躍は下がっているとでさらに言うと動作時間が長くなった曲げることを意識しすぎて曲げてその後本当はなんですか、ね、急激にこうバーンとこう切り返さないといけないその切り返しのタイミングが悪くなったと、まあ、そこの反動効果が使えなくなって跳躍が下がったでさらにもう一つとしては膝に意識が行きすぎて腕振りがすごく小さくなった。 いやこれだからやっぱり僕も野球で、えー、とリリースする瞬間こうしなさいとかって言うんですが本当にそれ意識してできたとしてパフォーマンスに上がるかと他のことへの影響えっ、ー、と他のものがまあ こちらの場合でういった形であ指導する時の,このポイントの難しさで理想的にはまあここから指導する時にはこういうのがポイントですよこういうふうにしなければいけないですよというところにつなげていきたいんですがまだ僕はあの、うん、高専大の方でこうちまちまというか一般化するというよりは面白い現象を取ろうという形でこういったものをいくつかこう見,つけ見,見つけたりこう探したりというのをしているところです。でもやっっぱりここのの時分かかたとととというのは何かといううは何 動きというのはこう時間軸があると。時間軸があるので全てを言語化してこの時に何々をして次何々をしてこれをしましょうというふうに時間軸があるものに対してゆっくりと全てを言語化するとやはりこの速さが必要なものに対してはもうオーバーフローしてしまうというかそれでは駄目だろうということはやはり何らかの形で絞らなければいけないと。その時間軸がある中で、 意識しなければいけないポイントと本当にその動作が発生するポイント、まあ、そういったところこれはかなり難しい高度ななな指導するスキルじじゃいいかなというのがこう感じましたですので、まあ、今いろいろな形で指導者の方ですとかあるいはまああの動作のなんですか、ね、リ,ハリハビリ関係の方です、ね、と一緒に仕事をすることが多くなりましたがこういった形で人の動きですとか人のパフォーマンスといったものをこう研究をしています。 はいえー、とこの辺りで大体、えー、と今40分ぐらいになりましたのであのメインのところになりましたであの同じような形でいろんな動作研究ということで、えー、とまたもうちょっとだけ大丈夫ですかねあと一つだけあの紹介させていただこうと思うんですがこれはあの卒論の学生があの縄跳び三十跳びチャレンジというのをやりましたのでそこだけちょっと紹介させてもらおうと思います。30跳びチャレンジと 三十飛びチャレンジってこれ学生が作った動画なんですあれえー、っとスライドショーじゃなくてポインターをポインターをレーザーポインターじゃなくこれあこれでいいた多分これちょっとあのあれですねすごく見にくい暗くて見にくいと思うんですが左側が三十飛びを1回成功もう1回いきますね 1>, 1, 回1回成功して一回成功して2回目いけないとでこの彼女は三重跳びをするためにけん研究室の隣に実験室があって毎,毎日に近いぐらい三重跳びをしてた毎日三重跳びでそうしたらそうしたらこれが1回成功した時で初めて2回成功した時の動画も撮れたとで安定的にこの、えー、連続して何回かえっ、ー、と えー、三飛びができるるようになると、まあ、自分自身のこう成長をこう、えー、追っかけていってでたまたま取れた初めての2回,、えー、2回成功とかもうこういうのを、えー、していたんですがそれをしながら感じたこととしてどうしたら三重跳びと三回線跳びができるのかとなった時にこの2つがポイントだろうと本人感じたと早くあごめんなさい低く早く早と。 これはとにかく二重跳びを早く飛ぶともう一つはこちら側は高く飛ぶと遅く飛ぶとこれによって高く飛んで対空時間をあなんか、ね、捉えながら作りながら安定的に何回も飛ぶそして、えー、腕を回すとこの2つの指標だから2回戦跳び二重跳びのこの2つの課題を指してでパフォーマンスを評価したら何かえー、っと 自分自身とかこれからする人にアドバイスできるんじゃないかと、まあ、こういったところでいろいろ、ちょっと待ってくださいね、えー、とポインターでレーザーポインター、えー、とこういった形で横軸はこう二重跳びの速く条件、まあ、要するに縄をどれだけ速くえっと巻くことができ回すことができるかで遅い時間がかかっている遅いから速いと。 そして上下のパターンでいくとどれだけ滞空時間長く安定的に何回も飛べるかとその滞空時間が500ミリ秒400ミリ秒というのをこう評価していくと、えっと、まさにこのゾーンのところに行くことによって成功していくと。自自分自身が こちら左側下、左下のゾーンなのか右下のゾーンなのか上のゾーンなのかによってそれぞれこう練習していく必要というのがこう見えてくる。ででここであの まあ、彼女の個人的な,なんですか、ね、努力もすごかったんですがあのや,やはり僕は、あなるほどなこれだ大事だなと思ったのはやはりこう指導するとか最初の頃でっ、ねえー、と野球選手は反応が早いとかってあったんですがこれは全体平均で考えてるんですね全体平均とベースランニングも何メートルなの全体平均なんです。でもやっぱり今からのの時代個個人個人に応じた、えー、とその いわゆる集団の評特徴を評価する研究からやはり個人,の評価を,特徴個人を評価する個人はどんなタイプなんだろうとでそれがこれだけデバイスとかセンサーがこう、えー、進化してくるとそこにあの踏み込んでいけるんじゃないだろうかと、まあ、昔はこう血圧計っていうのもそんなになかったのが1回に1台になっているともうモーションキャプチャーも1回に1台あるいはもう 金の研究なんかでいきますと、エコーとかももっと安くなっていくと。そうすると、これまでわからなかったことが。個人の、非常にこう繊細な変化っていうものを。特に僕に関しては、動きとか、そういったところから。なんかちょっとした変化っていうの、こう感じられるように、そして。改善の方法というのは、アドバイスできるように。で、アドバイスするところに関しては、僕はやっぱり野球しかできてないですので。そこは、いろいろ理学療法士さんとか、ネットワークとか、そういうのをしながら、えっと、今進めているというところに。 います。えっ、ー、とかなりの早口で <laughs> 走り続けたというような感じですが、えっ、ー、とこれでえっ、ー、となんですかね、えっ、ー、と昼休みのミニレクチャー、ミニ講義を、えー、終わりにさせていただきます。えっ、ー、と今日はありがとうございました。